神木隆之介です。放課後わり、俺今日これからバイト。ゲストは声優の梶裕貴さんです。どうも梶さん、ありがとうございます。どうも梶と申します。やめろ、目標目の前、これはチャンスだ、絶対にやった。梶さん、女の子の役やったことあります？女の子、厳密に言えばあるはあるけど、そこまでその女の子っていうわけじゃなく、男性がやってる女の子で、分かりやすく可憐な女の子っていう設定だったんで、あ、はい、おじさまみたいな、おーやーおー、私のみたいな声の使い方もあるけど、やっぱ喋り方だったり、なんか今も自然とこうなっちゃったけど、はい、私ってすっごい分かる、なんかそう今やっぱ気持ちがなるとそうなっちゃうから、もう本当にガチの女の子役っていうのはないです。お、聞いてみたいな。まあ、じゃあ目つむってていや、わかるよ、その気持ち。カジ君、おはよう。あら、可愛いじゃないねえ、皆さん今可愛かったですよね。それでは皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。